皆さんどうもドラゴン TK です。ではね、今回も新三国無双一気にやっていきましょう。この手で今日を切り開きですね。やってはいこう、優しい何でもいいねんけど、いや普通でも、まあ、難しいは無理やけど、さすがに。お報告します、うん、報告。この先曹操軍が我らの待ち伏せをしているとの方が石膏から入りました。入りましたか。これだけ多くの民を連れていては我らの動きは敵に読まれやすくなろう。先に回り込まれてしまったか。ち、仕方がねえ。兄者たちはこのまま進みな。俺が先回りして曹操軍を追っ払ってやる。まあマジで、私も共に行きます。劉備殿、関羽殿と共に先へお逃げください。うん、よく解く。趙雲、頼むぞ。兄者、こちらへ。二人ともすまぬ、頼んだぞ。紫龍が行くんなら俺たちも行かないとね、麗華さん仕方ないわね、まったく面倒が好きな人たちだことと言いつつお前も来るねんからな。まあ行きましょうね、うん、で今曹操と戦っても我らに勝ち目はない。行く手に敵が待ち構えていようと、私は民と共に山道を抜け撤退する。撤退する。大徳を語り、その実弱き民を盾に取って逃げるとはなんと卑劣な。劉備そう、拙者がここで打ち果たさん。え、チョコそんなやつやったっけあれまあいいか、やっていきましょう。脱出地点へ到達させよう。ああ理解した理解した。あそこから曹操軍は待ち伏せと追撃で、うん、劉備殿を挟み撃ちにするつもりか。ならばこの趙紫龍がその企みを打ち砕く。うん、行きましょう。こっちにはこの延喜と長喜様がいるんだ、うん、曹操軍の思い通りになんかさせっかよ。ちょっと弱いけどなお前言っとくけど弱いけどなお前は。おっしゃ、まあここで、おい、あっ、いいね、きれいきれいきれい。お前な、うちな、あんまりな、なんていうの、移動速度が、つまずきに、移動速度、移動範囲がな、移動範囲がつまずいてさ、あんまり、ちょっと好きになれねえな、さっき言って。よっしゃ、これで、お新しい動きだ、これか、ちょっとやってみます、あかんだ、やかんだ、そんなにおらんもんな、これで気づいた。どんなか行ってみましょう。さっきよ、おお、おお、浮いてくれてた。避難所で浮いてくれてた。もうちょっと敵の強いところ、多いところの強いところで出てくれんかな。なんか、どうしよう。どうしようやな。え、なんか、これ、やばくない？兄ちゃんの。あ、そうだ。ちょっと、先でいいか。先でもちょっと無視しようか。よいしょ。よっしゃー。エルミフェイ。え、こんだけ違うよな。これそれは違うよな。どっかに持ってくれな、そうやな、どこかに。そこで犠牲がなくなった。そちらに来ないように、そちらから出ていくのが、雰囲気が。あれですね。え、やばっ。大丈夫。え、防御。OK、次の攻めで、ゼロジャンプ。よし、やったか。えい。エンディテイス、30。OK、OK。OK、早く逃げよう。早く逃げよう。嘘、使わへんやんな。あ、いや、ゼロ、ゼロかった。もちろん、すごいんだけど、めっちゃ上がってくるんやけどめっちゃ上がってくるんやけどね。イエッ、オッケー。ここから出てきたんやな、なんかあるやん。あと出てきたとこある。あれの下はなさせんな。ここにどっか俺の出てきた。ここに出てきた。ここへ来たか。福兵、出番だ。奴らを平気で狙い撃て。嘘おお、ちょうどいいところに数で押してきやがるくせにまともに戦わず兵器で攻めやがって攻めやがってそんな奴らに兄者を撃たれてたまるかよ。怒りすぎなお前。敵が、兵器があんなに兵器が
ここまで来たのに、もうダメだか。民が兵器に萎縮してしまい、思ったように進むことができぬか。だが、ここで彼らを見捨てるわけには。でほんま。マジで？めんどくせ。めんどくせ。待って。進軍開始させんかな。あ、これで無理やわ。こいつだけ戻して、あと2人ここまで一緒のとこ2人だ。ゴールじゃなくて攻撃です。攻撃だ。こっちで攻撃で OK、戻りたい。ほら、ほら、あったか、来たな、これよし、これではここら辺は捨てた。お、何か取得した。戦艦転生止めてくれたか。そうだよ。ありがたい。これでまた進むことができる。進んでよ。オッケー。いい、ここでやっといて。ここでは、まあ、取りか。どんどんしなかった。いいね。素晴らしい。おっしゃ。え？待って、どうなる？まあ、こういくやろ。これでちょっと待って。マジで？そんなことする？ああ、なんか。おお、おお、あれお前。ああ、どうだ？気持ちいい、これで気持ちいいけど。おお、素晴らしい。オッケー。へ、すぐに終わりにしてやるぜ。何？マジか。ここで志を散らすわけにはいかん。また進軍停止かい。ちょっと待て。マジか。もう俺から思ったわ。もうほんまもうちょうさ頼むわ。ほんまこれ無理やって。死に守って絶対に正面やな、ここは、ちょっとお前行かなかん。まあ、ちょっとまあこいつは無双があるから下から行けるし、あと正面ここで待っとこう。上手はなんか嫌なのよ。っしゃ頼むよ。でこれを OK。 どうだ、まだ無理か。やっこ様じゃ絶対絶命ってところだな。よし、もう泣きっ面に追い打ちかけてやるか。もうはもう8やって。もう逃げまくる。マジかい、超困れてきた。人は野暮ですね。私が華麗に散らして差し上げましょう。超こっち勝手だけどさ、向こう昔なんかあるだって言うの声でくれた。まだ追っ手が増えるか。民の兵がこれ以上傷つく前に逃げ切らねば。ほう、将軍たちが兵器を止めてくれたか。ありがたい、これでまた進むことができる。進んでよ、はよ。お前らほんまに足で待っといやわ、民。あの男、
確か地響きで雪を落としたわよね。マジで？この辺りの岩ってずいぶん脆そうだし、もしかして同じことができるんじゃない？お？やっていこう、ならもちょうどよかった、相手ここでいいかしら。うん、それじゃあ、行くわよ。巻き込まれないように気をつけなさい。わかった、父の力発動。よかったな、マジで。いいね、これ前、加工園。なんだ、急に地面が揺れて。ああ崖が崩れて道が。これじゃ進めねえぞ。怖えほんま。うん、向こうは来れへんか、来られへんかからもうこっち向かって、ちょっとここはそこ、なんか気持ち悪い、なんか気持ち悪い。もう53になった。ここを抜かれては都合が悪い。消えてもらおうか。お前が火、お前に消えてもらおうか。ちくしょう、あの妙な力を使いやがったな。こうなっちまったらもう先へは進めねえ。おとなしく退散しとっか。うん、しといて。あ、地崩れを見て絶対気持ちいい、最高今の400。危機だというのにこの体たらく。やはり私は無力なのか。無力やな。言ったな、ほんま。言ったな。ちっちゃいね。何守るか。俺から見たら、はっきり言って邪魔にしかない。ほんまするやねんな。できないものさ。お、よし、おきゃー。どうせ、どうせ、な感じ。みたいな感じかな。よかった。残ってたけど、いける。お、いける。いいね。素晴らしいね。よし、じゃあ、オッケー、いいね。な、もうこの時にやがった。もうちょっとさ、長雲たちが兵器を止めてくれたか。そうやね、ありがたい。これでまた進むことができる。進軍止めすぎやよ、お前は。極を抜けるな。みんなあと少しの辛抱だぞ。おお、もうすぐ逃げ切れるだか。逃げ切れるだか。龍様についてきてよかっただ。よかっただ。もうなんなんこいつ、もう何やこれ。でまたここに止まるんやろ、ここにいて。そんな気するわ、なんか。しとこうお前。ちょっと間違えとくわ、もう。ちょっとこう間違えとくわ。ほんまな。聞いてない。痛いな、ほんまに。よし。よし。ここまで来れば大丈夫だ。お、来た？来てた？みんな、よく頑張ってくれた。よかったー。来てねー、劉備様の奥方と一子劉禅様が敵襲撃の混乱の中で行方知れずに。ということは劉備殿の姿ってことは、ってことはこいつやん、その証拠やんと一子長禅、あ、劉禅、あー、もうこう息子やったんかよ劉禅って、全然知らなかったわ。なんだと、なんだとやろ。急ぎ救援に向かわなくては。主ではなく、その妻子の危機だというのに、後先考えず一人で飛び出すなんて、どこまでお人よしなのかしらね、彼は。妻子の方が大事やろか。絶対妻子の方が大事やて。ショーン、え、何どうした？ライン来た、素晴らしい、かっこいい。ああ、力を揃えられないと彼女が帰れないだろう。すまぬ、私のために手間を取らせてしまった。
赤子な。勝利来たよ。3人で発動してなかったよね。無理やったね、あれは。インフルエンザ来てない、来てない、ない、ない、ない。しゃあないね。まあ、今回はこれぐらいにしておきましょう。いや、ちょっと待って、何か起こる？張飛が仲間から離脱、オッケー。あ、張飛の大気は、まあ、そういうのも別にいいですね。ではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録と Twitter アンドのフォローね、もしよろしければしてください。一応ね、概要欄のところからリンク貼っておりますので、もしよければそちらから飛んでフォローお願いします。ではさらば。